この間イベントの楽屋で西山くんの話題になったよ。全然西山くんが関連してない作品だったけど。本当？桜井さんが。桜井さんが？西山くんってどっちなの？わざわざ。あ、本当ですか？あ、じゃあみんなで談議してくれたんですか？そう。褒めてたよ、みんな。褒めてた？どっちなんだろうねって褒めてたんですか？いや、なんかその、返しもうまいよね、みたいな。わ、どっちなのって聞いても、うやむやにするというか、どっちの可能性も残すっていうのが、西山くんうまいよね、みたいな。そう、だから、桜井さんどっちなのって聞かれたら、桜井さんはどっちなんですか？杉田さんはそれ聞いてどうするつもりなんですか？言う。お前やばいやつだろ。楽しんでるけど。